い組の子にぜひチャレンジしてほしいカップスという遊びを紹介します。用意するものはこういう取っ手のついていないこういう形のコップを一つ、紙コップでもできますと、机があればどこでもできます。さあみんなでカップスをやってみよう。まず初めの部分をやってみます。まずはここまでをみんなと一緒にやりたいと思います。まず手を2回叩きます。せーの、パンパン。次は右手から机を右左右と叩きます。そしたらもう一度手を叩いて、次はカップを持っていきます。それではみんなでやってみよう。いくよ、せーの、パン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 。持っておく。ここまでが前半部分です。できたかな。それでは後半をまずやってみます。パン、逆手で持って蓋をして、で持ち替えて、パン。さっきの前半とこれをつなげて全部おしまいです。それでは後半をゆっくり一緒にやってみよう。まずは手を叩きます。そしたら右手で逆手といって親指を下に向けて反対から持ちます。持ったら左手で蓋をして、その勢いでカップの底のところを机に置いて、塔を出したら持ち替えます。で右手を置いたら、こっちの右側にカップを置きます。もう一回やってみます。パン、持って蓋をして、で持ち替えて、でパン。もう一度やってみます。パン、逆手、蓋、置いて、持ち替えて、パン。よし、それではみんなでやってみよう。せーの、パン。持ち替えて、こう持ち替えて、置いて、パン。できたかな。最後につなげてやってみるよ。パン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 。できたかな。最後に歌に合わせて一緒にやってみたいと思います。世界中の子供たちがという歌でやってみます。できる子は一緒にやってみようね。それではまたねー。